フィヒテナウは、ドイツビュルテンベルク州北東部シュベービッシュハル郡に、属す、マチソン。州内でも有名な保養地である。フィヒテナウは、バーデンビュルテンベルク州の北東部、バイエルン州の宗教に、直接面する位置にある。バイエルン州の都市であるディンケルスビュールまでは10から13キロメートルほどである。この地域の中級中心都市であるクライルスハイムまでも、遠くない場所である。 フィヒテナウに隣接する市町村は西から時計回りにシティムプハッハ、クライルスハイム、クレスベルクディンケルスビュール、ベルト、エレンベルク、ヤクストツェルバルデンシュタイン上ビルデンシュタイン、ビルデンシュタイン地区には1970年代に建設された町役場があり行政機能が置かれている。町役場の近くには幼稚園を併設した教科や修復された上官がある。 ハッソフォンハルデンバングはその著書、家ニシェン、ビルデンシュタインの雑貨賞の記憶でビルデンシュタインの日常雑貨賞の伝統、なりわい、日常生活を活写している。ウンタードイフシュテッテン生徒数350人の基礎家庭、本家庭、実業中等教育の学校がある。上官があるが、こちらの上官はこれまで修復がなされていない。 マッテンバッハ市町村合併の祭りに建設された大規模なスポーツ施設がある。スタディオンヌと呼ばれるこの施設には、体育館、大きなサッカー場、中規模なサッカー場、高質ゴムのグランドや走り幅跳び用の砂場などがある。また、スタディオンに併設して2面のテニスコート、スカッシュ場、ミニゴルフ場などもある。ラウテンバッハラウテンバッハ地区には、シュトールヒエンバイハーという池がある。 毎年7月の第1週の週末に税フェストが開催される。フィヒテナウにはこの他にグローセンフープ、クレッテンバッハ、グンザッハ、ブイッケンバイラー、ベルンハルツバイラー、レトライン、ノイステッドラインといった地区がある。フィヒテナウはバーデンビュールテンベルク州の自治体再編の時代1973年1月1日に、それまで独立した自治体であった4つの村、ラウテンバッハ、 マッツェンバッハ、ウンタードイフシテッテン、ビンデンシュタインが合併して形成された。自治体、フィヒテナウの地域は、昔から国境地域であった。ローマ時代にはすでに、ローマ帝国の大城壁である、リーメスのわずか数キロメートル北にあたる森に覆われた国境地域であった。民族大移動の後は、シュバーベン公領に属するイースガウトフランケン公領に、 ゾックス・マウラ・ハガウの国境がこの自治体のあたりを走っていた。またこれと並行して、ビュルツブルグ市協領とアウクスブルク市協領の境界もこの地域にあった。中世になるとこの国境地帯に、ベルダース・フープ、ビルデンシュタイン、マッツェンバッハ、ウンタードイフシテッテン、ラウテンバッハ、ベルンハルスバイラーといった騎士領が発達した。しかし、これに対しては、 アンスバッハ辺境伯や一部はエルバンゲンの領主主催の影響力の下にあった。ベルダースフープは1700年にはすでにアンスバッハ辺境伯に売却され、ラウテンバッハも1730年にこれに続いた。1791年に最後の辺境伯が退位するとこれを受け継いだ。プロイセン王国は残りの騎士領も強制的に自国の勢力下に取り込んだ。 1806年には他のアンスバッハ公領の地域と共にバイエルン王国領となったがバイエルン王国とビュルテンベルク王国との領土交換により1810年にビュルテンベルク王国領となった。はじめビュルテンベルクはビルデンシュタイン、ラウテンバッハ、マッツェンバッハ、ウンタードイフシュテッテンの村を作った。残りの大部分の集落は行政上の独立を創出した。 1850年頃、ウンタードイフシュテッテンとマッツェンバッハが合併し、マッツェンバッハの一部であったグンツァッハは、ビルデン主体に、クレッテンバッハとフィヒテンホーフは、レイヒエンベルクに編入された。ベルンハルスバイラーは、ラウテンバッハのレトラインやノイシュテッドラインと合併した。1973年に、これらの自治体が合併し、現在のフィヒテナウが誕生したのである。この地域は、また、 方言の境界が走っている地域であることが研究で明らかとなっている。マッツェンバッハとウンタード・イフシュテッテンではシュバーベン方言が優勢でこれにフランケンなまりが所々混じるのだが、その他の地区では方言堂へフランケン方言が使われている。騎士領のラウテンバッハやビルデンシュタインもそうなのだが、特にマッツェンバッハとウンタード・イフシュテッテンは30年戦争後に イ家2000と呼ばれる人々が入植した土地が多い。彼らは30年戦争で流民化した、もともと日用品を家内で作成したり、手工業的に生産していた人々だった。この文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し、直接参照してはおりません。ありがとうございます。